はい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 。巨人の新たな戦力外がちょっとまた発表されたんで、まあそれについて、まあ今日ちょっとお話していきたいと思いますし、ちょっとね、まさかこの選手がって人がね、いるんでね、僕は本当にショックでたまりません。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ちょっと戦力外の話題というところで、ちょっとね、悔しいね。やっぱりね、この時期は本当に嫌な時期ではあるんですが、ちょっと新たにね、支配下の選手4選手かな。で、まあ、育成の選手1人っていうところの、まあ、戦力外がね、まあ、自由契約とかね、うん、っていう発表があったんで、まあ、それについてのね、僕の意見なんかをちょっとお話していきたいと思います。はい、まず最初に、まあ、選手名を言っていく、言ったことですね。まあ、菊池選手、山田選手、松井選手、中田選手っていうとこですね。で、育成の、萩原選手ですね。このまあ、5名が、まあ、戦力外というかね、まあ、自由契約というか。まあ、その、試合外の選手に関しては、まあ、育成に打診する、ようですけども、まあ、萩原選手に関しては、まあ、育成なんでね。まあ、首と戦力外というところだと思いますと。はい、その中で、はい、僕が、今冒頭でも言いましたように、まあ、ショッキングというか、まさかっていう選手はね、まあ、菊池投手ですね。はい。まあ、僕、すごく好きなピッチャーなんです。はい。でね、まあ、今日ちょっと見ていこうと思うんですけど、まず、菊池選手ね、もういきなり菊池選手から見ていきましょうか。はい、まずなんで、戦力外になったのかっていうところね、まあ、2023年、まあ、非常にいいピッチングしておりました。はい。で、今年も、まあ、勝利の方程式じゃないけども、まあ、間違いなくベンチに入ってくるだろうって、うん、いうふうなね、ところを僕もこの動画でね、この動画とか、この YouTube で発言してました。はい。ただ、今年ね、1軍に1回も上がっておりません。はい、非常に、悔しいというか、なんでなんだろうっていうところはね、ジャイアンツファンの方は多く、思ってたんじゃないかなと思います。で、2軍でどんな成績だったのっていうところなんですが、まあ、非常に良かったんですね、成績が。36試合で6勝2敗、1セーブ、防御率が 1.00、ウィップが 1.08、で、奪三振率が 11.25 となってます。今年の2軍の成績がね。まあ、確かに、今年、ジャイアンツのリリーフ陣、めちゃくちゃ状態良かったですよね。はい。まあ、上がるところがなかったと言われたら、まあ、そうなのかもしれないけども、まあ、こんだけ成績出してるのでね、2軍で。うん。だから、まあ、チャンスを上げても良かったんじゃないかなという意見もね、SNS なんか見てると、ちらほらあるんでね。まあ、僕も、まあ、そういう意見ではあるんですが、まあ、唯一というか、うん。じゃあ、なんで、菊池選手が上がれなかったのかとか、うん。なんで、自由契約になったのかみたいなところをお話しすると、おそらくですけど、まあ、菊池選手、イップスなんですね。早急イップスですね。打者に対するところは投げれるんだけど、まあ、例えばフィールディングですよね。まあ、2023年も見てましたけども、まあ、ピッチャーゴロであったりとか、そういったところもね、処理してるのを見ましたけども、まあ、相当近くまで走って、こう、トスをして、みたいなところがあったんで、非常に、結構、まあ、重度というかね、結構こう、早急なんというか、っていうところは、抱えてるんじゃないかなって思うんですね。まあ、多少の早急なんであれば、なんとかこう、まあ、阪神の青柳投手とかも、まあ、結構な早急なんだと思うんですよ。ワンバーンで投げたりとかしてるじゃないですか。こう、叩きつけて投げたりとかしてるんで、相当あれなんですけど、でもまあ、それに近いか、それ以上ぐらいのイップスというかね、そういうところを持ってるのかなっていうふうにね、まあ、僕の、まあ、予想ですけどもね、それは感じますと。で、まあ、安倍監督はですね、まあ、そういったところもあって上げなかったのかなと。まあ、打者に対しては非常にいいボール投げてるんだけども、まあ、そのフィールディングというところでね、まあ、彼なんかは非常にこう、試合の後半なんかにね、投げることが、まあ、あるピッチャーですから、非常にそういったところでね、まあ、そのフィーリングが、なお、足を引っ張ってしまうみたいなところが、あったというか考えられたんで、あげなかったのかなっていうふうに個人的には思います。で、まあ、この育成の打診というかね、まあ、自由契約というところですけども、自由契約になったら他の球団が結べる、
権利というか、この余地があるんですね。うん、で、こんだけ2軍で、投げてて、うん、で、まあ1軍でも昨年こんだけやってて、っていうところがあるんで、他球団は取りに行きたいと思うんですよね。まあ、ただ、まあ、総球団とかはありますけども、まあ、それでもいいっていうふうにね、言う球団は多分あると思うんですね。だから、ちょっと僕の気持ちからすると、巨人から出てってほしくないっていうところはあるんですが、やはり他球団もね、狙いに来ると思うので、そこは、まあ、菊池投手がどうなっていくのかっていうところはね、ちょっとまあ、本人であったりとか、今後の、動向もね、追いたいかなとは思うんですが、まあ、僕の気持ちとしては出てってほしくないなって、こんだけいいピッチャーなんでね、うん、うん、出てってほしくないなっていうところは思っておりますと。で、あ、他の、まあ、山田選手や松井選手、中田選手とかも お話していきたいんですけど、まあ、山田選手もですね、まあ、非常に、3年目かな、JR から入ってきて、ドラフト2位ですよね。太田龍と一緒の系統ですよね。系統というかその一緒のルートですよね。ドラフト2位で、東日本で、JR 東日本でっていうところだと思うんですが、まあ1年目、2年目あまり結果出せずというところ、1軍にも上がれずというところで、今年ね、まあ非常に、まあ29試合、に、2勝2敗、1.65 を、WIP が 0.91 で、奪三振も 10.54、 あ、すごいですね。いい成績だったんだけども、また1軍に上がれなかったというところで、まあ来年、試合がのままなのか、育成なのか、まあどっちかなーって、まあもしかしたら育成もあるかなっていうふうに僕思ってましたけども、やっぱり育成になっちゃいましたね。ただ、まあ巨人の X とかいろいろ見てると、まあウィンターリーグにね、山田選手が参加するっていうこともありますんで、まあ非常に球団からもまだ期待されてるっていう証拠だと思いますし、まあ昨年、堀田選手ですかね。堀田選手がウィンターリーグに行って、まあ今年ね、まあ非常にまあ良かったっていうのがあるんで、まあそこに続いていってほしいなっていうところはね、ありますよね。はい。で、松井投手。松井投手も、まあ今年1軍にね、上がってないというとこですか。はい。15試合2軍で、2勝5敗、防御率が 3.72、ウィップが 1.37。まああんまり良くないよね。うん、あんまり良くない。っていうところで、まあもともと育成だったっていうのもあるし、まあちょっと出戻りというかね、そういった形で、うん。もう一回這い上がってきてほしいなと思うし、まあそういう能力はね、あると思いますから、はい。非常にね、うん、まあ、厳しい世界やなと本当思いますね。今回見てるとね。あんまりこう、安倍さんになってから、出戻りというか、育成からこう、上がって、またこう、下げるみたいなことってあんまなかったんで、どうかなと思ってたんですけど、今回ね、やっぱりこう、補強していくっていう、これ、心意気というか、これ、現れなんじゃないかなと思うんですね。うん。で、最後、中田選手ですけど、まあ、中田選手も2年目ですよね。2年目で、まあ、キャンプからアピール続けて、すぐに支配がなったっていうところですけども、まあ、1軍の出場なしと、登録なしというところで、まあ、2軍でも91試合、打率1割9分6厘、1ホームラン、15打点、OPS544。これはきついね。打撃だけで言うときついね。まあ、守備とかは非常に上手いっていうところの選手ではあるんですけど、まあ、まだ2年目っていうところあるんでね、まだまだ伸びしろっていうところありますけども、ちょっとこの成績じゃちょっとあれかなっていうところは ありますよね、正直ね。うん。はい。まあ、そういったところで、まあ、すごく、まあ、4人ね、支配下の選手がまあ、自由契約になりましたけども、特にまあ、菊池選手の場合は、まあ、他球団から取られるというか、まあその狙いに来られるね、可能性もあるかなと思うんで、まあジャイアンツ内でね、どういう風なね、話し合いというか、いう風に行われてるかどうかわからないですけど、まあ、菊池選手が出たいっていうのか、うん、まあ残りたいっていうのかっていうところにも寄ってくると思うんで、ここはね、本当にね、今後もちょっと追っていきたいなって思います。はい。で、ちょっとね、今、戦力外になった人たちを見ていきたいんですけど、まあ、支配下で菊田、高橋、鈴木、うん、3人ね、クビになってますと。はい。で、育成で言ったら8人ですよね。山崎、小沼、笠島、川崎、前田、加藤、岡本、で、今回の萩原。うん。この萩原哲も、僕京都なんですけど、京都で、彼も京都で、で、昨年、岸田選手のね、ジェストル手伝ってましたけども、彼も、来てたんですね。うん、来てたから、まあ、喋ったことあるんで、ちょっとね、ちょっとかわいそうというか、まあ、ちょっとあれやなっていうところありますけども、まあ、多分ね、肩を怪我してたりとかね、あったんですよ。その、ジェストルの時も肩怪我してたりしてたんで、あんまりちゃんと、メニューに貼れなかったっていうのがあるんで、まあ、そういったところも、まあ、非常に影響したんじゃないかなと思います。で、育成の再契約が6人いまして、白木、石田、中田、菊池、山田、松井というところですね。で、今、試合下の枠が62名
なんですよね。うん。62名。で、ここで菅野さんが出てっても61名っていうところがあるんで、まあ結構空きがあるなっていうところはありますと。で、先ほども言いましたように、まあ今年、まあ補強ね、多分結構 FM にも参戦するっていうふうにも言ってますし、非常にこう力を入れていきたいっていうのがあるんじゃないかなと思うし、こんだけね、切ってるってことは、うん、まあ切ってるというか、まあ育成再契約とかね、この支配下の枠を開けてるってことは、だいぶまあ外国人の助っ人も含めて結構こうやっていくっていうところの意思の表れかなと思うんで、まああともう一人もう一個ぐらい出そうな感じはありますけども、まあちょっとね、これでも結構切ってるかほうかなっていう風なところはあるんで、非常に、まあ厳しい世界ですけども、まあその今日で言った菊池選手ですよね。僕は本当にいい選手だなと、いい投手だなと思ってるんで、そこをねどういう風に残していくのか、うん、まあ菊池投手もまあジャイアンツでやりたいという気持ちももしかしたらあるかもしれないし、うん、他球団に行ってこうね評価されるところで、やりたいというところの気持ちももしかしたらあるかもしれないんで、そこはね選手の個人のまあその自由というか、まあ、考え方次第なんですけども、まあファン一ファンとしてはですね残ってもらいたいなというところはあると思いますし、まあ実際ドラフトとかでもまあ内野手をね非常に補強しましたと。で、また動画違う動画にまとめたいと思うんですけど、やはり、昨日の記事かななんか見てると門脇選手がね結構こう危機感というかそういったこともね言ってるという記事も見ましたし、本当にね毎年辞めていく人がいて毎年入ってくる人がいるっていう、なんかそのなんていうの、入れ替わりが激しいねところではありますし、やはり存在感をバンと出せれば長い間ねプロ野球で活躍できるっていうところもありますけども、逆を返せば1年で、お前いらないよって言われるようなね、世界でもあるのかなと思いますんで、そこはねまあ門脇選手だけじゃないですし、伊豆口選手とかもね、特に内野手の選手ですよね今回で言ったら、本当に、震えてるんじゃないかなと、本当に、冗談抜きで夜もねこう寝れない、こともねあるのかなと、悔しかったりとか、今後どうしていこうみたいなことで、寝れない夜もね、あるのかなと思うし、でもそれをね乗り越えて本当に一流の選手であったりとか、あのジャイアンツのね、なんて言うんだろう、戦力になっていくっていうところはあるかなと思いますんで、ぜひ僕もねもうそういう経験を味わってますし、今いるジャイアンツの選手にはですね、そういう経験を味わってほしくないと思いますからね、うん、自分で引退を決めれるような選手にね、全員ねなれないんですけど全員なってほしいと思うぐらいの気持ちは僕も持ってますんで、ぜひね門脇選手だけじゃなくて、まあ、特に、まあ、飯塚選手もそうだし湯浅選手とかもねもしかしたらそうかもしれないし、うん、そういったところを含めて、ぜひねこの秋ですよね、非常に大事だと思いますから、特に打撃向上というところをね、掲げてね、まあ中山選手なんかは守備なんかもねしっかりやってもらいたいなと思いますけども、まあそういったね個々の課題とかも、個々の課題とチームの課題というところがありますから、そこをねしっかりこうフィットしていくというか、あ、すり合わせていけるようなね選手になっていってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。